クソンかい。わいやふー、はい、わ今週も始まってまいりましたテクストーク。わー、今週は第2回。わよっしゃ、はい、第1回に続き、わ毎週投稿になります。わ今週第2回の司会を務めさせていただきます。誰かこの方止めて止めて止めて、どれ外した方がいい。始まってない。始まってますよ。始まっ、あ、始まっなんだよなんだよもうそれでは今週もゲストに来ていただいております。それでは最初の方どうぞ。わーわーで、おなじみ隊長です。はいはいはい、次俺です。最近緊張してます。お願いします。わー、はい、よろしくお願いします。わーわー、はい、わー、秋ですね。わーでそれでは最後の最後にもう一人来てていただいてるんですが、まあ諸事情によりちょっと来てるんですあ、なんと無事来たんせんで、わあ、わあ、今到着したということで、わあ、お名前を、はい、わあ、落ち着くんだ、もう寝ますんで、それでは高木さんでした、ありがとうございました。あれ、あれ自己主張してない、自己主張してない、ってな感じで今週もやっていきましょう。わあ、わあ、はい、今週のレックストークなんですけども、わあ、今週は皆さんいかがお過ごしでしたか。わあ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 、ちなみにちなみに私は新しくアルバイトを始めましたので、わー、朝早く起きて働いて寝るというただのそういう作業が続いていたんですが、他の方はどうでしたでしょうか。そうですね、私はまあ1週間くらい昼夜逆転生活を送っておったんですがまあなんか2日くらい前に予約直せたって感じですね。でもね、昼夜逆転生活を送ってるとですね、なんかやる気がなくなるっていうか、なんていうか、まああれですよね、日中ずっとイライラしてるんですよね。まあ実際に科学的にそういう証明もされてるみたいで、これ以上は、はい、科学的なとこまで行っちゃうと拾えないので、はい、そうですよね、昼夜逆転しちゃうとね、わあ、はい、他の生活が送れなくなっちゃう。そうですね、そうですね、そうですね、わあ。超やりづらい超やりづらいそれ。秋山氏は俺ですか。俺はそうですね、教習所やっぱかやっぱっていうか通いましたね。お、まあ、それで、まあ、車をね初めて乗りましたね、マニュアルの。おうわ、そうなんですよ、高校生になるとね、とか3年生になると、うん、もうこの時期は自由登校に入っちゃって学校行かないんでね、多分車の免許取る方が多いと思うんですけど、うん、うん、うん、免許取りますか皆さん。まあ俺は取るために今頑張ってますね。他の方は取りますね。取らないとダメな感じですかね。あんまり取る気はないんだけど、まあ、親がねうるさいからね。ああなるほど、でも免許大事だよね。
車乗れないしね。まあ、くま氏は私は一人暮らしが始まっちゃうので、はい、東京で一人暮らしなので、はい、おそらく免許取らなくてもいいかなっていう感じなんですけど。ああ、わあ、わあ、わあ、本当はなんだけど、おそらく歩く方が多いかな、そういうところは。わあ。どうしました？これ本当に撮ってるよね。撮ってますよ。あ、撮ってます？はい。今クマさんはね、何なんだろう、周りを引っ張るなんだろう、リーダーとして やってる辛さを思い知らせてます。嫌がらせです。そうやって人は強くなります。前向きに捉えていく。はい。大事よ、そういう性質の大事、大事よ、大事、大事、ほんと前向き、ほんと大事よ、まあまあまあ、大事ですよ、まあそうやっていかないと生きていけないですよ、なんか。そうだぞ、高明、分かったか？オッケー、いいんだな、オッケー一人芝居だな。それでは、話さなくてもいいじゃん。今週のお話、いろんな動画が今週も出ましたけど、今週は、また今週はなんか新シリーズが、うん、始まったみたいです。始まりましたね。そうですね。ね、高橋。開拓日誌、我々、はい、ずっこけ3人組による開拓日誌2が。ね、高橋くん。あ、うん。本人見てない。やめてあげて。どうです？始まりましたけど、本当に終わりそうですかね。まあ、まだ。なん、あそこまでしかやって、まあ、まあ、動画出てないからまだ言えないけど、ちょっと今の状態から早く脱出しないとちょっと厳しいと思うよ、あれは。そう、そうなんだね、うん、割と、うん、割とスタートが最悪だった、うん、ね、ね、割とね、で、ゴールもちょっと ちょっとハードル高めになっちゃってたからね、なんかね結構こんなところシャープ2、シャープ2まで出てて、でシャープ5まで前回の撮影分、うん、だからシャープ5までは出ます。なるほど。最低でも、最低でも、もしかしたらシャープ5で投稿が止まるかもしれません。それは一向に完結しない、これは3人組なんですけど。あとは別のマインクラフトも始まってはないけど投稿されましたけど、そうだね、本家、本家、本家、ユーツクラフターズの消失 in PS4。 実はね、次回予告も実はね、前回に引き続き翔さんがお話しするっていう感じなんですけど、本人的にはどうですか、投稿されて。あ、ね、次回予告やりたかった。実はやりたかった。ん？俺たちが、うん、おっと、まあ、次回の次のパートの次回予告も交互期待。次は誰が出るのか、あれ誰が出るのかっていうところなんだけど、うん、まあ、ああだってあれ16秒だからね、次回予告16秒で 5,6 人出るって言ったって無理だからね。毎週1人ずつ変わっていくんだよね。うん、いいですね。なんなら俺出なくてもいいんだぜ。まあ、苦労を分かってほしい隊長。みんな動画とか作ったことないから一度そういうのをやらせてみたいんだけどね、俺は。じゃあ来週もここに交互期待。はい、あと何が投稿されましたか。何が COD、 COD だと、うん、さっきアッキーが何回も言ってた足が痒いやつ、うん、そう、足が痒くなるっていう
そう、体調がね、なかなか死ななくてね、そう、足がなかなか角にかけなくて、1、2分生きてて、かけなくて、うん、あ、8回打ってから1、2分ずっと生きてるっていう。そこ微妙だよね、どっちにやっていいかみたいな。そう。俺もよくあるけど。っていうのと、あと、まあ、スカイジャックのやつと雑談適当に話したやつだ。うん。そうっすか。あとは毎週通りフリーゲームカペラの約束を出して終わりです。今週は。今週たった9本しか出て、たった？まあ9本しか出てない。たったなのか。9本も出てんのか。まあでも最低限、まあ1週にフリゲ3本とマイクラ1本で最低でも4は出てるから9だと多い方、うんうん、多いのか、多いね、多いんだわ。1週間7日しかないの、多いんですわ。それを少なく感じてしまう隊長のやっぱ仕事ぶりっていうのはね、やっぱさすが我々が隊長ですよ。そうだね。いや単純に僕の動画の見過ぎだと思うんです。いやでもそれはね、動画自分で作っていくその意思に変えられるっていうのはね、いいことです。本当見習っていきたい。そうですね。秋山も見習っていきたい。俺見習ったら、まあ流れ的に俺もなんかその苦労を味わってみないよっていう感じになっちゃいますよね。秋山もちのチャンネルができることをいや楽しみにしていますよ。いや俺、まあ、少なくとも来年1年は無理だけどな。量入っちゃうからもうすぐ新生活ですね。春が来てしまいますよ、ね、冬から。そうだね、春は嫌いなんだよ。私自宅何にも変化ない。わー、高木も一人暮らしでしょ。僕はありありですね。わー以上です。終わっちゃう。いや、はい、じゃあ今週のラジオはここまで。わあ。終わった。終わっちゃう。高木。本当ごめん。本当ごめん。もうやだよ。かけ元気か。一回 CM 入ろう。一回 CM 入る。第一回は CM なんてなかった。30秒考えようみんな。CM 入るのかよ本当に。CM の後やつはこの後撮り終わったら。ね。何ですかそれは。適当な CM を作りましょう。一旦 CM 入ります。あの編集者に無断でそういうことを余計な仕事増やさないでください。許可なくそういう、まあ、まあこれもねみんなで楽しく、いやあの楽しんだ後に私がだるいんだ。じゃあもう CM は開けました。早い。やばい。そもそも CM なんてなかったんや。その話を少し戻すと、新生活になるといろいろ環境が変わると思うんですけど、うん、大学生ですよ我々は。そう、我々高木幼稚園だもんね。退化してるんだよ。またバスイロでね。なんか生きたらやり直すっていう、ね、そういう、ね、鍵盤ハーモニカのね、あの発表会とかもね。どんな新生活だよ。幼稚園半日で帰れるからいいよ ね。いいな高木。お昼寝とかはない。いいな高木。いいな。ケーキとかね。ケーキね。お絶対見に行くわ。ビデオカメラ持って。おうよ。こんな幼稚園児ねえな、おうよ。見とき。俺の活躍、よう見とき。よう見とき。俺、木の役、めっちゃ頑張ってやっかんな。ああ木の役。元気だね。元気なのが何よりですけど。
うん、こんなんでいいのかな。どう思います高明、こんなんでいいと思います？どうもこもないと思うんだよ。どうですかこの出来は。今回はお蔵入りということで。お蔵入り。これは言わダメ。わあ。ダメ絶対。わあ。まずは DVD で。おてての音が。初回撮ってお蔵入り中。全部消してるんですけど、そういうの。そんな秘蔵映像ないですよ。DVD 枠はありません。そもそもそんなものありません。残念。あ、初回得点気に入ってたのに。お、司会者、司会者、あれですね、こんな早くもこんなになると思わなかった。司会者、あと14分のじゃあ奥の手行こうか。奥の手ね、奥の手行きましょう。奥の手早い。そう、14分あれば。奥の手とは、実は奥の手があるらしくてね。高明が、ああ実は高明、実は高明女だった。なるほど。待て結果を早めに。ここ最近男に恋心を芽生えた。なるほど。わあ。ゲームすら一緒にしていなかったんだけど、その間何をしてたんですか。あ、男の子とデートでしょ。鬼と同じになっちゃったか。とあるサイトでね、出会い系で出会って。出会い系、男の子出会い系使える、まあ、よくもこの話を持っていこうと思ったっていう感じだけど。これ全部体調のせいだからもう。じゃあ本当は何してたの。あ、本当は、まあ、映画借りたり友達とスポーツしたり、まあ、まあ昨日はバスケとバレーボールをやりましたね。なるほど、結構スポーツやるんだね。バレーボールもやったの。やりましたね。楽しそうだね。高青年って感じ。友達と遊ぶときにスポーツなんてしないな。うん、まあ俺スポーツはやんだけど、うん、まあそんなにすごいプレーはしないんだ。なんかまあ、しれっとなんかすげえ技を出すみたいな。しれっと、それ一番かっこいいやつだよ。それ何、今の落ちどころそれ。まあそうだね。隠しの間終わったよこれで。終わった。でそうでしょ。1分半くらいしか、うん、俺が余計なこと言ってから1分半くらいしか経ってないよ。だって映画のこと話そうと思ったけど知らねえってなって終わりそうだから。まあね、そうですね。じゃあちょっとだけ最近見たの。最近見た映画教えてくださいよ。最近見た映画ね、クローバーフィールド。知らねえ。クローバーフィールド、どんな。だからクローバーが引き詰められたフィールドでなんか戦ってんの。いいことありそう。クローバーを命かけて探してる。それ小学生。ちょっと見たいかも。終わりです。そんな何分話しました。ね、最初のカウントダウン抜くとですね、まあ、19分半くらいですね。そっか、はい、最低でもあと10分くらいは欲しいもんです。はい、そうだな。司会
司会者頑張って。そうだな。ピカチュウ。もう完全に任せてるから何も考えてないよ。あとは。あとは。どうするんだよムック。あとはそうさな。高木くんは元気だよ。そう。空気を壊してる。ああ、世界が乱れていく。やばい。これはやばいな。ちょっと待って。なんかないですか？お話ししたいこと。とう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 こっちに投げてきた。とうとうこっちに投げてきた。逆にないっすか？なんか。なんか。誰か怖い話。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 高木くんが女っていうことをさっき初めて知ってちょっと怖かった。怖っ。怖っ。鳥肌鳥肌。マジつまんないからやめようぜ。おっと、おっと、せいろが飛んできた。これは腹パンですね。これはいいな。それでも僕はやってない。それでも僕はやっていないという映画は。うん、あれですよ、そういえばん先週あれですよ、修学旅行に行ったヒロ君があ帰ってきたらしいですけど、なんか帰ってなんか帰ってきたみたいですね、なんか帰ってきちゃったみたいですね、帰ってきてしまったと。ついにあの男が帰ってきた。ハワイから、ハワイからマイクラを握りしめ、マイクラのカセットを握りしめ、ストーリーモードを握りしめ、そう、本当何やってんだよっていう感じなんだけど、わざわざハワイまで行ってゲームを買ってくる、その意気込みはよし。だって修学旅行行っためん何人たちの中でゲーム買ったのは絶対あいつしかいねえよ。絶対。ちなみによくゲームショップで買えた。修学旅行とか、うん、行ったのでなんか、うん、俺ら3人この先週喋っちゃったから高木に聞くしかないんじゃん。高木くんはちなみに修学旅行行きました、高校生になって。実は俺高校生じゃないから行ってないんだ。なんかごめん。台湾ワンタイけど、まあ自分体調がおかしい、まあ遊んでね、そうだね、俺がおかしくなっちゃったね、ちょっと黙っててね。はい。まあ食中毒なっちゃう。食中毒、あ、それは体調がおかしくなっちゃうわ。そうだ、それは体調の体調はおかしくなる。海外だからさ、体調崩しちゃうんだよね。どうしようもないよね。さらっと体調のダジャレが流れていく。ちょっと当分無視ね。海外行ったことないから。高木君元気？あーもうダメだ。もうダメだ。無法地帯の程があるって。この人弾きましょうか。これやばいって。もう第2回が波乱の予感が、第3回が心配になってくる、はい、第2回で終わりです。これない、これなし、これなし、いや2回目で終わり、あ2回目で終わり、もう3回目は破滅してると思うから。破滅ってないやね、無法地帯になってるの。そう、秩序なんて何もない。で
もあれですね、免許取ったら旅行行けますよ。あ、まあ旅行行けますね。行きたいね。ね、でも私は行きたい。でもさ、あの俺がそあれでしょ、あのドライブ来るんでしょ、車でみんな乗せて。まあそうなりますね。私は旅行行きたいです。皆さんどうですか。予定があれば行きたい。予定があれば行きたい。予定が合えば、合えば、合えば、セイバー。なるほど。翔さんはどうですか。行きたい。そうですな、伸びしろですな。あんま行きたくない。いや行きたいですよ。行きたい。じゃあ。トレーニングール。まあでも秋山氏は。うん、旅行行けないから最初のうち、ね、旅行行けない。じゃあ今度さ3人で行きましょう。おお、後でね。伸びしろですね。伸びしろですね。ここで話すの。それは伸びしろですね。まあ、でもみんなが楽しく行ってる中、俺は農作物をね作って遊び垂らしながら作ってますよ。どうにかこうにか行けない。ああ、まあね、夏休みと夏休みは多分戻れると思うけど。じゃあ夏休み行きましょう。高木の夏休みって来る？就職会社でしょ？夏休みってあるんですか？まあ、2週間くらいはあるんじゃない？それか有給休暇もらうとか。いやー、休暇あんまり取りたくないんだよな。ああ。日本で取ると後々めんどくさいよ。海外ならもう有給取らない方がおかしいんだけど。海外はね、もう特にどうだったかな、フランスか、フランス人は有給ある分全部取らないと逆におかす変人だし。うん、みんな変人じゃん。そうだから、フランス人から日本人を見ると変人みたいな。真面目だもんね。じゃあ真面目というか、まあ、真面目なのは真面目なんだけど、そういう風習ができちゃってるから、バカみたいに有給取れないね。え、俺は一年中休みが一番理想的なんだ。あ、じゃあもう高木くんはあれか、もう社畜となるのか。家畜か。家畜なんだ。家畜なんだ。家畜か。いいね。じゃあ旅行行きましょう。家畜の高木くんと。ね。それはひどいな。それではじゃあ、こう今年の夏。ご期待してください。これも交互期待なの。これも交互期待です。 Don't miss it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 。 かって、夏だから涼しいとこ行きたいね。え、海の近くとかの旅館とか行きたい。個人的には京都ならが行きたいんですけど、皆さんは遊園地とかが一番好きですか？遊園地か。遊園地とかは嫌いですね。秋山氏ダメなのか、そういえば。そうですね、嫌いですね、アトラクション。秋山氏遊園地行っても乗らないっていう。あ、乗らないですね。まさかのコーヒーカップしか乗らなかったっていう事件があるからね。そうですね。コーヒーカップをある一定の方向にみんなで寄せ集まってると遠心力がさらに上がるっていうのを聞きまして、それを実験したらみんなピタッて止まってるのに、終わった後俺たちが乗ってるカップだけ超高速で回ってる。止まり続けない。なかなか止まらない。止まらないっていう、周りの目が痛かった。周りの目が痛かったっていう。そう、ね、高校で行ったじゃん、あの、うん、ディズニー。そう、行った。高校ディズニー。そう、高校ディズニー。高校ディズニー行って、ここでディズニー行った時、秋山氏はそのコーヒーカップ以外は何ものがなかった。あのコーヒーカップだけに命かけたね。ディズニーシーか。ディズニーシーだね。俺がタワーオブテラーで一人で絶叫してる中、秋山氏はずっとベンチに座ってるみたい。そうだね、あのある男と一緒にね。つまんな。そっか。いやでもジェットコースターとか乗りたい、俺は。いや、俺ちょっと無理だな。俺絶叫系じゃないと乗りたくねえわ。俺放心状態になっちゃうからね。じゃあ富士急行きましょう。あ、行きたいんだよ、一回富士急。行ってみたいよね。うん、絶叫系乗りたいんだよ。だから絶叫系じゃないとつまんなくない？コーヒーカップとか
正直つまんなくない。ただ回るだけじゃね。完全に俺否定されてる感じ、ね。ただ回るだけじゃね、あれ。富士急か USJ 行きたい。うん、行きたい。すごい行きたい。あのなんだっけ、ヒューストンだっけ、あれ乗りたい。ヒューストン。ヒューストン。ヒューストン。あの上がるやつ、上がって思いっきり下げられるやつ。あの椅子のやつ。そうそうそう、椅子座ってなんかなんだろう、タワーみたいのをこう登ってってって登ってってってあれね、登ったったった乗ったことあるけどね、あのちょっとね予想以上に来るよあれ。マジ俺ダメだったわあれ。すっげえ乗りたいんだよあれ。俺あんま高いとこ好きじゃないんだよ実は。遊園地ちょっと好きなんだけど、あの土地が広すぎて歩くの疲れちゃうからめんどくさいんだよねお前はまずそこか。あのね、うん、まず行かない理由がまず第一それなんだよね。あでも秋山市は運転してくれる。もう完全に運転係になっちゃってるからあの一番楽しめないと行かない行けないんだけど、なんか楽しめないんだよね。私は免許取ってないんで、うん、取る気誰かに乗せてもらうしか行きようがないんですけど。でも USJ だったら楽しいよ。ジェット系ないよ。いやあるね。どっち行くじゃん。いや行きたくないな。行きたくない。そもそも行きたくなかった。あんまり旅行したくない。うんそうだね。あそもそもそこ。静かな場所でゆっくりしたいね。じゃあマザー牧場。ああ。います。あそれだとみんなつまんない。まあ、っていう話はね。じゃあうん。っていう話は後でじっくりしましょう。何が何でも俺たちは行くので。じゃあ後で高級のねちょっと。あと、うん、でじっくりお話があるから。そんななんか怖いことちょっと表来いよみたいな感じの話になってる。おめえ運転しろよ。裏来いよみたいな感じになってる。楽しめねえ。お前宿全部払えよみたいな。一番高え。チェックアウトこれ全員自分でやって来いよみたいな感じになっちゃったら怖いね。最悪ね。最悪農塾でも行けますから。日帰りとかしてみたいね。日帰り。まあ USJ とかも日帰りできないけどね。無理だね。距離的に無理だね。あそこ日帰りで行こうって言ったらもう行って、ああこれが USJ か、よし帰ろうって。多分ちょっと手前で見て終わっちゃう感じになっちゃう。あでもね USJ は唯一ね。乗りたいって思ったやつある。何？モンハンのやつ。あの中学校の頃に USJ 行った時に、あの1週間後にそのモンハンのアトラクションができるっていうことになってて、そう、あれってさ、ああいうやつって期間限定じゃない？いや期間限定かどうか分からない。でも前、うん、それができたらずっとやってるやつなのか。うん、多分そうなのかな。行ったことだからわかりません。あのなんか夜になるとさ、ゾンビが出るっていうやつあったじゃん、一時期バイオハザードで、うん、あれさすごい行ったら楽しいのかな。何それ知らない。いや期間限定なのかねあれも。その夜になるとゾンビがね歩き始めるっていうラクーンシティになるんだよ、うん、あそこが。へえすごいよね。高木がたくさん歩いてる。高木ゾンビかい。俺のクローンがねまあね、アメリカでもね、驚かされる方よりはその脅かす方がなんか人気だったりするから、ね、そういうゾンビ系とか。俺悪いの体調だなと思った。無茶ぶりすぎるもんね。テヘテロロン。ああ、これ本当に。第2回マジ大丈夫これで。多分不安だ。どうですか時間的には。あもう今33分半くらいじゃないですか。おちょうどいいんじゃないですか。いいんですかこの出来で。他になんか喋りたいことあります？今週ね、そういえば、まあ、最近というか、まあ、前から話してるけどゲームセンター CX 見てるじゃないですか。はいはい、
あのうちですね、実機のスーファミまだありまして、動くやつ、うん、うん、すごいやりたいな、久々に出そうかなと思って。あれでしょ、あの接続部ソフトの、あの接続部フーってこう行きかけてカシャってやるやつですね。いやでもあれ、あの悪いらしいよソフト。あ、そうなんだ、なんか聞いたことある。あの風化しちゃうとかなんだろう。何スーパーファミコン実況すんの。まあ、うーん、まあできるんだったら、まあ、やってもいいけど、まあ実況はな、うん、あ、体調の挑戦。お、ちょっといいんじゃない、それ楽しみにしますよ。じゃあ、てかどうやってやるの、レトロゲーム実況。ん、高木何どうやってやるのっすね。どうやってやるって、いや普通にあれだよ、前プレスリー使ってた時のやつ使えば、器具ね、使えば、あの赤と白と黄色のあの端子だから普通に映せるよパソコンに。あ、できんだ。ただ本体は場所わかるんだけど、もしかしたら線がどっか行ってるかもしれない。そう、本体は置いてある場所わかるんだけど、あとソフトも、ソフトね30分くらいうちあって、スーファミの、あ、色々残ってんね。そうめっちゃ残ってて、最近またやりたいなと思って。あれ待って、あるかもしれない、うちもあるんだ。あ、俺んちもある、多分ね、今俺の真後ろの、うん、クローゼットの中に入ってる気がする。結構身近にあるな。実は俺なんか昔見た記憶がある。マジで、うん、多分ね、うん、そう、俺も本体はあるけど線がなかったパターンだった気がする、うん、スーファミでね、スーパードンキーコングシリーズあるんだけど、あの、うん、普通にドンキーとか出てくるやつ、うん、そのシリーズ一番やってて、うん、まあ、他にも いっぱいあるんだけど、特にそのワンツースリーあって、そのシリーズが一番好きだね。特に2は、あ、まあ、あの、まあ、ワンツースリー全部そうなんだけど、うん、あのゲームボーイでリメイク出てるて、で 2はゲームボーイ版も持ってて、2が一番やり込む。やっぱゲームって、うん、ね、どの時代でもやっぱ面白いよね。いいものは本当いいよね。いいものはね、本当に、いや、いろんなゲーム出てるから。あとはあれやで、ぷよぷよもあるよ。スーファミの。え、スーファミでぷよぷよあんの？あるよ。ある。てか、あとぷよぷよと、なんかなんだっけ、なんとかルーとかなんだか、カレーのルーだかなんだか、そんなタイトルの、なんかなんかパズルって、まあパズル、ぷよぷよってパズルだけど、本当になんか、うん、どこにこうこのぷよを落とすと10連鎖できるかみたいな、そういうパズルみたいなのがあって、なんだっけ、カレーのルー、なんだったかなタイトル、うん、まあそういうのがあるんだよ。まあでもあれ、ぷよぷよって確か難易度が、ね、うん、カレーの味のやつだったよね。甘口辛口みたいな。そう激辛じゃないか。多分それから取った。激辛もあったと思う。あったと思う。あったっけ？ココイチみたいな。まあ、そのぷよぷよシリーズは2本スーファミ持ってて、で本家のぷよぷよはね、もうボスまで倒すくらい、まあやってたんだけど、ラスボスね。エンディングは2回くらい見たことある。しかもこれ、それ多分小学生のうちだから、今やったらもっと簡単にできんじゃねえかなって。ぷよぷよってなんかすごい難しいイメージがあるな俺は。ぷよぷよでもお邪魔消してれば結構倒せるよ。あの連鎖するときの組み方っていうのがやっぱ分かんないな。あの、何、とりあえずこう置いてって、でたとえお邪魔が来てもいつかはどうせそれが一気に消えるときあるから、それを待ってればいつかは勝てる。あと、あとコンピューターってなんかお邪魔を残すんだよね、なんか必要な部分以外、なぜどんだけ強くても。
まあ、今のぷよぷよは知らないよ、やってないから。だからそのスーファミのぷよぷよは割と簡単、最初の頃だからか。うん、なるほど。あとそっちのもう一つのカレーのルーみたいなそういうタイトルの方はね、あー、ルーを知らない、うん、なんかステージがいくつかあって、うん、でその2ステージ目で俺積んでんだよ、小学生の時だからね、今やればできんじゃねえかなと思ってて、すごい今思い最近思い出してやりたいって思ってんだけど、本当に出そうかな、後でやりたいんだよな。楽しみにしてますよそれはまあ動画やれたらやりますよ。だったらスーファミのゲームを実況となると、なんかどっかの披露あれは知らんああだってあの子もう線壊れてできてないもん。あ、そうなんだ。うん、あ、じゃあ途中なのか。うん、でなんか知り合いが持ってるからいつかもらうとか、なんかそういういつかにして確か終わってると思う今。いつかは絶対来ない日ですから。あとフォールアウトパート1で出てないけど、あの子どうしたの早く出してくださいって言ってるんですけどねちょっと話が違いますね。ちょっと話が。あとバニクラ 15M 毎週木曜日出すって言ってたはずなんですけど、1ヶ月2ヶ月平気で空いてますけど、どうしたんですか。あの去年の1月から始めて毎週出すってなったらもうパート50くらい行っててもおかしくないんですが、まだあの子20行ってるか行ってないかくらいだと思うんですけど、大丈夫ですかね。いいだろ。それは次ね、来た時言ってください。愚痴がひどい。ライフがゼロになっちゃうかな。そもそもこうなんだろう、ライフなないもともとあるようでないようなものでしょ。あの実体がないと。あ、それこそもうゾンビ高脇の仲間じゃん。やったね、お友達できたよ。いらっもう全部それに繋がっていくっていう。まあという感じじゃないですか、今週は。今週のお話は、はい、結構良かったですね。スーパーファミコンがこんなに話を生むとは思わなかった。そうですね、さすが私。はい、なんでもないです。今のは無知でね。いいですね。来週も面白い動画が多分上がります。いっぱい出ますかね。多分上がります。来週は、来週っていうかもうこれ日曜出てるから今週なんのか。今週はまあ開拓日誌3本出ます。はい、あらかじめ言っておくと。お、早いね。はい、もう急ピッチで。なのでそろそろクマができる時に撮らないと。続き。そうですね、本当に申し訳ないそれは。うん、そんな感じで。あのね、平日は厳しいんだな本当に、うん、どうも。絶対休日は空いてるんで、そんな感じでござんす。あれですよね、そういえば一個次回予告で、ん、なんか何ですか、こう見慣れない、ああまたあのあいつらかみたいな、また見慣れない見慣れない場所で見慣れないパート数で見慣れないことをやっている。実はそんな次回予告がありました。それも乞うご期待です。はい、来週はね、ほんとそんな感じでございますよ。もういろんな実況がまたまた始まって急ピッチでやっているわけですけども、今年に入って新シリーズ増えすぎて辛いんですよもう負担が、まあ、それも
全部翔さんの手にかかっています。うわうわプレッシャーかけんな。辛いよ。おやおやもう逃げられないのだよそのプレッシャー。やだー。助けてー。気づいてしまったかね。もういいじゃん。てな感じで今週の話は終わりですか。終わりにしましょうか。しましょう。応援しましょう。本当にそれで高明いいと思ってるのいいんだね。OK じゃあ終わりましょうか。ということで今週はここら辺で終わりましょう。なんか引っ張るな。もや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 してる。もやもやてな感じで そこでサマーズって言うのよ。思ったろ絶対思ったろ絶対思ったでしょ。ちょっと三村の顔が。あの番組好きだけど、ね、確かに一体何をやってるんですかね。あのねあの感じがもうたまらない感じあれなんだけど、うん、じゃあ食レポを言わない感じがね。まあ来週はねもういっぱい話作れるように頑張りましょう。さすがに努力を。ちょっと今週はやばかったね。まあ私が何その参加側に移るとこういうことになりますっていうことで。ってな感じで来週の来週のパーソナリティはおダルルデン高明くんで。ああそれでは来週は高明くんの一人実況がお始まるわけですけども、お高明にそんな高明に注目キャンセルということで。おっと、まあ、というような嘘で、はい、もしかしたら来週も変わるかもしれないかな、パーソナリティが。まあ一番安定するのは僕がパーソナリティする。これいいんじゃない。いいんですか。実はいいんですか。私無法地帯になりますよ。一人一人の私無法地帯になりますよ。いいんですね。いいなら次に出るやつらお前これやべえかなマジで。いいんだったら俺本当に楽だよ。今言っとくけどね、次決まったパーソナリティマジでやべえかな。これ覚悟しとけよ。いやこちらとしてはめっちゃ楽だからもういいんですわ。むしろやってほしいな。これ見てちょっとやばいなと思ったやつ本当覚悟しとけ。共感したリツイート。それでは終わりましょうか。ちょっと長くなっちゃったね。はい、それでは来週またこの時間じゃねえや、お時間じゃない、来週もレックストークでレックストークでお会いしましょう。レックストークでお会いしましょう。それではさよなら。わーわー。